お越しくださいました。ここ北海道では四季折々の自然、豊富な温泉、旬の味覚で味わえる感動が。そのうち海底部分は 23.3km で、最も深いところでは海面から240メートル下の地点を走ります。青函トンネルは地質調査の開始から40年以上の歳月を経て、1988年、昭和63年3月13日に営業を開始しました。トンネル内にはかつて脱皮海底、無償化海底の2つの駅が営業しておりました。現在は避難設備としての役割を担っています。青函トンネルは新幹線開業に合わせて、新幹線と在来線が同時に走行できるよう、3本のレールが敷かれた海底